ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンとは、ニンテンドーが2017年10月5日に発売したゲーム機。本体を小型化し21種類のスーパーファミコン用ソフトを内蔵した復刻版、ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンが2017年10月5日に発売された。収録作品の中には、当時開発されながら発売に至らなかったスターフォックスにも含まれている。 同様のコンセプトで2016年に発売されたファミリーコンピュータの復刻版、任天堂クラシックミニファミリーコンピュータでは、本体とともに、コントローラーも小型化されていたが、本機種では同じサイズで再現されている。ゲームを中断したポイントを保存できる、いつでもセーブ、セーブポイントから時間を巻き戻してやり直せる、リプレイ機能などが備えられている。セロ、B。 既存のロムカセットの使用やダウンロード等による後からのゲームの追加はできない。スーパーストリートファイター2ではガイルステージの地面のロゴが削除されているなどグラフィックに細かな変更あり。欧米ではエセニス、クラシックエディション、ニンテンドークラシックミニ、スーパーニンテンドーエンターテイメントシステムとして2017年9月29日に発売された。 日本版とは一部収録内容が異なる。2018年9月15日に、任天堂クラシックミニファミリーコンピュータと、任天堂クラシックミニスーパーファミコンの2つに加えて、任天堂 USBAC アダプターが付属された、任天堂クラシックミニダブルパックが、15,077円にて発売された。ここでは、日本・海外版収録タイトルを混合で表記する。 どちらに収録されているかは、セルカラーで区別するほか、片方に収録の場合のみ微考欄に記述する。このほか Wii 用のクラシックコントローラー、クラシックコントローラープロは、任天堂クラシックミニスーパーファミコンでも使用可能。ただし、説明書には記載されていない。この場合、クラシックコントローラーのホームボタンを押すと、本体のリセットボタンを押したことと同じになる。 本気外観の原点であるゲーム機エッセニス。ありがとうございます。